なんか久しさまの3年後の進学先に浮上したのが東大以外の選択肢っていう形で、まあ、デイリー新潮の方に書かれてましたけども、まあ、久しさまの教育には、まあ、紀子様が熱心っていう形で、で、まあ、昭島様も時には声かけするっていう形で、で、まあ、一応久しさまも、まあ、反抗期なのか時には反発するっていうことですけども、まあ、今東京大学じゃなくて早稲田とか慶応とか上智大学っていうのが進学先の有力候補になってみたいですね。見たいですね。まあ、ここもまあ結局指定校推薦の枠っていうのがあるということで。そうですね。まあそれで、まあ、また裏口入学じゃないですけども、まあ、その枠を使ってっていう形での入学を目指してるっていうことで、まあ、ただまあその東大とかもその選択肢の枠から外れたわけじゃないっていう形なんですけども、まあ、一応その筑波大附属高校の進学先見てみると、まあ、この早稲田と慶応っていうのが一番多いみたいですね。そうなんですね。2021年というか、まあ、これ昨年なのか、まあ、早稲田に行ったのが、まあ、現役では73人で、慶応大学には44人っていう形で、で、まあ、上智大学には15人っていう形で、まあ、ここだけで、まあ、生徒の、まあ、4分の1か、まあ、そこら辺は行ってんのかなってことなんでしょうけどね。なんかね、昔広末涼子が広末現象みたいなのあってて、すごい人気な時に、早稲田に入学して、こんな入れるんかみたいな、学力的にとかっていうのもあったんですけど、もう学力というかそういうね、推薦みたいな枠で多分入ったんでしょうけど、なんかそういう枠でまあ入ることも可能なんでしょうね、久々も。そうですね。結局やっぱりそういう力を使ってというか。まあ、その私立大学の方が、まあ、推薦を使いやすいでしょうけどね。ああ、まあそうですね。まあ、お金を使うっていう意味では。お金はなんぼでも購入できますもんね。そうですね。まあ、それに、まあ、東京大学に比べると、まあ、まだ風当たりはあれかなっていうところもあるんでしょうけども、ただ、まあ、全然久しさまに関しては学力的な報道っていうのも全然ないし、授業も出るのかなってところなんでしょうけども、まあ、その報道を、まあ、抑え込むことができるかどうかっていうかね、まあ、授業に全く出なくても、まあ、出てる設定にして、まあ、報道できるかどうかってところなんでしょうけども。授業出ないっていうパターンもあるんですね。そうですね。まあ、愛子さまがね、結局これ新学期始まっても、ご両親にね、そのいわゆるコロナを移してはいけないっていうのがあるから、まあ、リモートでの授業、まあ、オンライン授業にするっていうことですけど。まあ、一応その愛子様の方は、まあ、リモートの方もできるし、まあ、通学することもできるしっていう、まあ、選択することができるんですけども、そうですね。まあ、その辺で、まあ、オンラインの方を選ばれたっていう形で、まあ、悠仁さまがどうするかってところなんでしょうけどね。つくふもリモートもオンラインもできるみたいなことなんですか、今は。まあ、その特別に悠仁さまだけオンラインっていうこともできるでしょうけども、そういうことか。まあ、それを使うかどうかってことなんでしょうけどね。皆さんは普通に通ってるんですもんね、もう今。そうですね。まあ、普通に入学式がありましたね。だから特別枠みたいなことですね、また。そうですね。まあ、ちなみにその悠仁さまのことに関しては、まあ、目覚ましライトとかでも報道してましたけども、まあ、その中で、まあ、何回もその被災者の足元だけを映すような場面があって、で、社会そこにまあ落ち葉とかバミリをね、まあ、映すシーンとかもあったんですけども、まあ、この辺がまあささやかな抵抗なのかなってところで、で、まあ、一応まあその辺でワイプとかをね、差し込んだりとかして、まあ、8回ぐらいそのシーンだけを映したりとかしてね、やってましたけども。なんか違和感に気づけようみたいなことなんですかね。まあ、それもあるし、ただなんかね、そのインタビューの音声とかクリアなのに、まあ、久しさまだけはなんかやっぱりちょっと雑音が入ってるというか、まあ、それもちょっとまあ不自然に感じたし、愛子さまに対しては、まあ、眞子さんの結婚について聞いたりとかね、まあ、天皇陛下も眞子さんについて結婚答えたりとかもしましたけども、まあ、なぜか久しさまに関しては眞子さんの結婚について質問がなかったっていうのも、まあ、おかしなことやし、まあまあ、当然そね。の前日の日にこの参考文献を追加っていう報道があったんだから、まあ、そのことについて触れてもいいのに、まあ、全く触れなかったっていう形で、まあ、この辺の報道のやり方っていうのがちょっとまあかなりおかしなところがあるなってところで。スタッフ様からしてもね、眞子さんは可愛がってくれたお姉ちゃんっていうコメントもね、過去にはありましたけど。まあ、だからいとこか実のお姉さんかっていう違いがあって、まあ、いとこには聞くけども、まあ、実のお姉さんのことに関しては、まあ、聞いたら NG っていうことで、まあ、ちょっとその辺がね、まあ、おかしいなってところはありますけども、まあ、それにね、その悠仁さまの、まあ、筑波大学入学に関しては、やっぱりまあ正門じゃなくてね、裏口というか、まあ、その辺で撮影っていう形でね、まあ、なぜか、まあ、その看板があるところでは撮影しなかったっていうところで、撮影したのがなんか同窓会とか開かれる党員会館ってとこみたいですね。まあ場所は特定できたんですよね。そうですね。だからまあここは、まあ、同級生とか上級生とかは入ってこれない場所というかね、まあ、そもそもその同窓会が開かれる場所で使われている、まあ、党員会館ってところなんで、なるほど。まあ、当然そこに、
まあ、入ってこないというよりも用事がないというかね、はいはいはい、わざわざ来ることはないというところで、うん、まあ、誰も来ないからというところで、まあ、そこを利用したのかなというところなんでしょうけどね。これはだから結局入学式当日に撮影したわけじゃないのか、もう入学式当日はいろんな人がおって静かに撮れないからそこを選んだのかっていう感じですよね。まあ、おそらくまあ当日撮ったんでしょうけども、あ、ただまあ朝早くに撮ったのかなってところで、まあ、他の、ね、入学生とかが寄ったらまあ変な挨拶になるとまずいからってところで撮影場所を変えたというかそういう形なんでしょうけども、どうせやったらね、まあ、記念にじゃないけどそういう、ね、入学式っていう看板の前で撮る方がまあいいんですけどね、なんかまあそうですね。ただまあその悠仁さまは、まあ、裏口入学だから、まあ、裏口付近で撮影したのかなってところまああるんでしょうけども、はいはいはい、なるほど。だまあ実際はだからまあその新入生じゃなくて、まあ、新入する方の新入生なのかなってことでしょうけどねなるほど。こんなになんか警備体制とかね、悪い人が侵入できないようにやっていってんのに、そうですね、かなりね、あの厳重に警備されてるというかね、すごいみたいですね。あ、なんか有刺鉄線とかがあってみたいな感じで、かなりねやばいみたいですけども、忍び返しもあって、で警備も24時間体制で、そうですね、なんか近隣の壁というか住宅の塀とかにもね、警察の地元防犯協会が制作したポスターが貼られたりとか、そうですね、近隣もいっぱいやってるみたいですね。まあ、なかなかねいろいろと、まあ、あるんでしょうけども、まあ、もともとその筑波大学附属高校の方の校長先生の挨拶とかもホームページに掲載されていて、はい、でまあ、自由は自分勝手や好き勝手とは異なりますみたいな感じ で本校の生徒として効率と自覚を持って社会や学校の価値やルールを、まあ、内面化するこのような自主自立が達成されて初めて真の自由があるのですっていう形で、まあ、書かれてたんですけども、はい、まあ、この辺はね久々に対して、まあ、嫌味なのか分かんないですけども、まあ、そういったことが書かれるってことは永田学長の方は裏金たくさんもらってるかも分かんないけども校長先生は、はい、まあ、あまり美味しい思いをしてないからなのか、ちょっと嫌味というかそういうのが書かれてるのかなってところもあるんだけども、はいはい、ただまあその発言とは矛盾して一応まあ Q&A の方に通学方法というのが載ってるんですけども、はい、まあ、そこには徒歩か電車かバスって形で書かれてるんですけども、はいはい、ただ久々さんは車通学をするっていう形で報道されてたんで、まあ、その辺ではね、まあ、その自分勝手や好き勝手に通学を許しちゃってるっていうことで、あ、まあ、この辺でまあ周りの学生からはねはい、はい、まあ、嫌われる要因にもなるだろうし、まあね、まあ、普通はこの通学するのがね、まあ、その電車とかバスとか徒歩とかであれば、まあ、当然まあ周りの人らはね一緒に帰ったりとか、まあ、一緒にバス乗ったりとかね一緒に電車乗ったりとか、はいはい、まあ、そういったのでまあ、顔を合わすからまあ仲良くなったりとかそういうのをつながっていくんでしょうけども、確かに一人でっていう形なので当然友達はできないでしょうね。そうでしょうね、一人だけはみってしまうっていう形なので、はいはいはい、まあ、この久仁様の合格よっていう意味でもまあこの辺はよろしくないのかなってところではあるんでしょうけども、なんか筑波のね試験の時も行きはなんか歩いてみんなと行ってるとこ映ってましたけど、帰りは校門出てねちょっと歩いたらなんか路地かなんかに入ってそこにも車が待ってて乗って帰ったみたいなのがあったんですけど、そうですね、通学っていうのもね4月から、まあ、もしかしたら門の前まで車に行くのか何百メーターか手前までは車で行って、いやもう久仁様に関しては車通勤っていうことはもう発表してるんで門の中まで入っていくことはできますね。あ、中まで。そうですね、なるほど、特別すぎますよねそれはそうですね、まあ一応なんかまた天皇陛下に挨拶しに行ったのか、まあ、愛子さんは行ったみたいですけども、はい、まあそのね裏口の入学を報告しても別にね意味ないし、まあ、作文も盗作しておいてねお手振りとかして、はいはいはい、まあ、普通はねこの15歳ぐらいになったら、まあ、自分のしたことに対してねちょっとまあ世間がどういう反応するかとか、まあ、そういったことが考えられるんでしょうけども、うん、まあ、それでまあ少しはね気まずそうにしたりとかなるんでしょうけども、まあ、その辺がそういうふうに感じないってところが、うん、まあ、障害じゃないにしても、まあ、かなりの重症かなっていうね、はいはいはい、と思いやる気持ちとかそういったのが全くないのかなってところはあるんでしょうから ね、まあ、ね、まあ、普通にまあ善悪の判断がつかないというか、うん、もしかするとまあその眞子さん以上にやばいかもわかんないですけども、頭角を現してくるかもしれないですね20歳ぐらいになってきて、まあ、高校生活が始まって、まあ、情報をどれだけ統制することができるのかってところは、まあ、あるんでしょうけども、うん、まあ、次はね、まあ、ニュースになるとしたら、まあ、小室家の司法試験になるのか昭島ご夫妻の伊勢神宮の参拝になるのか、はいはいはい、まあ、一緒ぐらいのタイミングに、ね、なるんで、確かに一応まあ参拝の方が
先かなっていうところではあるんでしょうけども、まあ、やっぱその行く先に名古屋のマリオットアソシアホテルっていうところが、はい、まあ、休憩場所としてなっているっていう形で、実はまあこの場所は平成28年にもまあクアムとかで利用したりとかしてるんで、はいはい、まあ、もしかしたらまあ知り合いとかがやってるのか、あ、まあ、ちょっとまあ謎ではあるんですけども、ただまあその東京から伊勢に行くんであれば、まあ、普通はまあその高速を降りてね名古屋に行く必要もないですし、はい、で東京から伊勢とかでまあ検索をすると、まあ、通常であれば最短ルートは豊田ジャンクションから伊勢湾自動車道とかで伊勢に向かっていくっていうのが、まあ、一番早い道なんですけども、はい、まあ、名古屋区に行くんであれば、まあ、途中のね名古屋南ジャンクションから、まあ、逆の方向の北の方向に向かって行かないといけないということで、まあ、わざとまあ遠回りソロする形で、ね、わざと南に行かないといけないところを北に向かって走るっていう、うん、まあ、かなり時間のロスをするっていうところなんで、やっぱりまあその名古屋区に行くっていうのは何か用事があるとしか考えられないっていうところで、うーん、弟さん夫婦というかね、川島修さんと栗原直さんとかな、まあ、その辺の披露宴があるから、まあ、顔出して、まあ、もしくはただ単にまあ顔を合わせるだけのまあ面会っていう形で、はいはいはい、あるのか、まあ、ちょっとその辺は分からないですけども、ただまあ一応ここのマリオットアソシアホテルっていうのは電光掲示板じゃないですけども、まあ、今日どういう予定がありますよっていうところもいるんです、ね、あの一覧が表示されてるんで、まあ、当然その挙式とかがあれば、うん、まあ、そういったことも書かれてるんで、はいはいはい、まあ、この辺がね分かるってことですね。まあ、もし偽名とか使わなければ、まあ、バレるのかなってところはありますけどもただまあその4月20日っていうのはまあ仏滅なんで、さすがに挙式はないのかなってところはありますけども、はいはいはい、ただまあその川島修さんにしても栗原直さんにしても喪中結婚するぐらいだし、あまりクリスチャンとか、まあ、その辺はね関係ないんですかね。関係ないかも分からないしね、だからまあどうするのかというところはありますけれども、はいはいはい、まあ、一応まあここで2時間以上は滞在するみたいなんで、結婚する式を挙げるにしたら、まあ、十分その辺の時間はあるかなというところはあるんですけども、あ、2時間でいけるか。そう、まあ、挙式だけであればね、まあ、そういう形で、まあ、参加するっていう意味ではねできるんでしょうけども、まあ、マックさんもね、国民に喧嘩を打ったりとかして、複雑性 PJS の嘘ついてね、まあ、就職とかビザも不正取得したりとかして、まあ、かなり敵を作って、まあ、いろいろと昭島家の方もね、まあ、マークされていってますけども、まあ、ただ、まあ、マックさんは何が何でも日本には帰国したくないっていうところがあるみたいですけどね。まあまあ、もともとそれはね、海外に拠点を作ってほしいって自分で言ってしまったもんですから。そうですね。ただ、まあ、これからどんどん、まあ、不正の証拠っていうのも、まあ、出てくるかなってところは、はいはいはい、あるでしょうけどね。まあ、外国機密品にしたっていろいろと情報が出てくるしね、絶対隠せないでしょうしね、その美術館のねクレジットとかもすぐバレたしね、はい、まあ、その辺で、まあ、どんどん、まあ、その辺の情報がバレるのかなってところはあるんでしょうけども、メトロポリタンで働いてるってことが分かったんですから、もしかしたらメトロポリタンに直接ね問い合わせしたりとかなんか聞きに行ったりする人も出てくるかもしれないですけどね、そういう気になる人というか。いや、マコさんは別にメトロポリタンには働いてないっていう形で、あのメトロポリタンの職員は答えてるんで、あ、表上はそうですか、まあ、そこにはまあその働いてないんでしょうけども、はいはいはい、たまにね、いろいろと、まあ、情報はね、まあ、どっかには就職してるって形にはなってるでしょうから、まあ、その辺で、まあ、情報が漏れてくるのかなってところはあるんでしょうけども、確かに確かに、まあ、ただまあこの辺でね、紀子様とかも今かなりまあ危機感というかね、その辺を感じてるのか、川島達彦さんが亡くなってからいろいろとまあバレ出したというかね、不正とかも、久石様の盗作作文とかもバレたりとか、紀子様もでも川島達彦さんが亡くなって、まあ、実のお父さんが亡くなってほぼ同時ぐらいに眞子さんもニューヨーク行ってしまって、そうですね、家族との仲も悪くなってしまってとか、ちょっとやっぱり精神的にね、まあ辛いとこもあるんでしょうけどね、もういろいろ重なってるから。そうですね、まあこの辺でもしかしたらその昭島様としたら、まあ、紀子様とまあ離婚してっていう形の、まあ、可能性とかも、まあ、考えられるかなってところはありますけども。ありますね。でしかもその男系男子派の人たちっていうのも、まあさすがにね、ちょっとまあ川島家っていうのは問題ありやすぎだなってところもあるでしょうし、はいはいはい、で久石様もちょっと、まあ、重度の障害というかね、その辺の噂も知ってるだろうし、ちょっとこのままでは久石様はダメだろうなっていうのもあったりとか、まあ、あとはまあその女系に切り替えたりとかして久石様になってから、まあ、佳子様を天皇にするとか、まあ、そういった考えとかもあるんでしょうけども、さすがに男系男子派っていうのはそこはね多分反発が抑制されるでしょうから、そうでしょう、ちょっとまあこの辺は無理だろうなっていうところも考えて、今としたらまあ紀子様と離婚して、で久石様は連れて帰ってもらって、昭島様はね
他の女性と結婚して、まあ、男の子を産むというかね、そういう形に切り替えるのかなというところはあるかもわからないですけどね。タイにはね、もう子供がおるんかもしれないけど、そうまあ日本にはね。うん、もう一回その新しい愛人と子供を作って、はいはいはい、で、まあ、そういう結婚して男の子を産んで、まあ、ガッツポーズっていう形で考えてるかもわからないですけどね。もうでも、秋篠宮さんも言って57歳ですかね。そうですね。あ、でもまだできるか、男は子供は別に。うん、男は関係ないですからね。そうですね。ありえますね、まだまだじゃあ。まあね、この辺がいろいろとあるのかなってところは。やっぱまあ、美智子様が皇室に入ってから、まあ、どんどんとね、おかしくなっていったんでしょうけども。はいはい。ウクライナの方とか、ロシアの方とかでは、プーチンさんをね、20年間も野放しにしてしまったから、まあ、おかしくなったみたいな感じでね言われてますけども、日本の場合は、まあ、美智子様をね60年間も野放しにしたっていう形で、まあ、だいぶおかしなことになっちゃってるんでね、確かにちょっとこの辺は、まあ、なんとかしないといけないのかなってところはあるんでしょうけども、まあ、あれだけね引っ越しとかで税金無駄遣いしておいても、はい、まあ、ハゲ記事というかねそういう形で、まあ、美智子様のご決断があったからなんですみたいな感じで上皇様のね認知症の疑いがあるけども生活の一切のフォローしてるっていう形で報道されたりとかしてね。ああ、してますね。だからそんだけフォローしてるんだったら別に職員60人もいらんやろってことなんでしょうけども、多すぎてね。今なんかまたね赤坂に引っ越す前の状況で神奈川の方かなんかに移動してるかなんかニュースされましたけど、まあ、あんなもね速報で流す意味ないんですけどね、別にみんな知ってることやし、まあ、そんな別に勝手に行けよってところなんでしょうけども。確かに確かに、まあ、移動するのも年齢的にも大変でしょうね、もう。そうですね、まあ、だからこの辺が忘れ去られたら困るからってところで、まあ、アピールしてるのか、まあ、赤坂の方がアピールできるやろうって形で、まあ、やってるのかちょっと分からないですけども、ただまあ今後ね、まあ、また新しい情報とかも出てくると思うんで、どんな展開を迎えると思うのか予想の方ねコメントしてもらえて嬉しいですね。そうですね、コメントください。あとチャンネル登録まだしたら登録の方もお願いします。よろしくお願いします。